はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ローゼンストックピアノというのが中古でよく見かけますけれどもね、このピアノのカタログが出てきました。撮影したいと思います。もう何でも動画ですね。写真で見せたらいいとこなんですけどね、私は説明付きでちょっとご説明して入れてお話したいと思います。このピアノはですね、韓国の栄翔楽器というところが、大元のメーカーになりますね。製造はですね、結構日本の技術を取り入れて作ったって聞いてますのでね、結構ものとしては人気がね、当時ありましたね。ローゼンストックですね。ちょっと説明していきますね。 R105M というモデルですけども、これはこれね、よく見ますよ、このピアノ。斜めに開くタイプのね、ピアノ、中古でも見ます。これは見たことないですね。 R505W ですね。ウォルナットのですね、こういうデザインになりますね。河合の KL11KF11WI に似てるかな。そして、R202E ですね。こういう黒いピアノですね。で、 R202M、 これはマホガニの M ですね。こういうモデルになりますね。こういうピアノです。はい、2台まとめて見てもらいましょう。そして次のページ、R303W ですね。これはね、あんまり見たことないですね、中古ではね。木目で、こっちが縦模様でこっちが横模様というね、面白いデザインになってますね。そして、グランドも出してたんですね。213って大型、175、小型の157ですね。こういうグランドピアノも出してたんですね。はい、ローゼンストックって本当ね、よく見るピアノなので、皆さんにもね、ちょっとご紹介しておきたいと思います。こんな大きな工場で作ってたんですね。はい、ね、こういうことです。はい、ということでこれだけですね。はい、ローゼンストックピアノのご紹介でした。それではさよなら。